こんにちは、コウスケです。今日は10月30日、ハロウィンです。なので、仙台のハロウィンの様子をちょっと撮影していきたいと思います。まあこんなね、いい年になって、社会人にもなって、全力でハロウィンを楽しむのって、こう背負うものも何もないし、服装も自由なフリーランスくらいだと思うんですよ。というわけで、今日は僕が恥を忍んで仙台のハロウィンを全力で楽しみつつ、映像に収めようと思います。じゃあまずは、ハロウィンを楽しむ上で一番大事なのは仮装だと思うので、早速仮装からしていきます。3、2、1、はい。はい、というわけで仮装が完成しました。まあ1時間ぐらいかかりましたかね。結構こだわりました、いろいろ。でもこんな感じです。じゃあ改めて仙台の街中に行ってみようと思います。はい、仙台の街中に来ましたけど、どうですかね。今4時ぐらいなんですけど、仮装している人は僕ぐらいかな。今のところはちょっと猫耳かぶってるみたいなやつがいるけど、こんな杖とか持ってしっかりやってるのは僕ぐらいかもしれないですね。やっぱ夜がメインなのかな。まあ屈強なメンタルでちょっと歩いていこうと思います。この時間でもちょこちょこ仮装してる人はいるんですけど、だいたい女子高生か女子大生が2人組、3人組、4人組ぐらいでやってる感じなんで男性社会人が一人で仮装してるってのはかなり異常に見えますね。うん、いいでしょう。 YouTuber なので頑張ります。これからはじゃあ撮れ高撮ってきます。こんにちは。ちょっとね、可愛いコスプレイヤーの方がいたのでちょっとだけ、こんにちは何の仮装ですか？これはね、杖かかるかな怖いね。ありがとう。またいつかこの動画で会おう。いい。ありがとう。名前はね、コウスケって言います。やってもらったの？やってもらってる。コウスケで検索すると出ると思う。やってもらったの？やってもらったの。かわいい。ありがとうね。すいません、ありがとうございました。やっぱちょっと歩いてもそんなにまだ仮装してる人はいないですね。うん、僕ぐらいですね、こんな近見になってるの。僕は強靭なメンターで、まずはこの格好で仕事こなしていこうと思います。ここからミーティングあるので頑張ってきます。はい、残っているうちの前半3つ。こんな感じで服装も自由にフリーランスな仕事もできるので、ぜひハロウィンを全力で楽しみたい方はフリーランスも楽しみそうです。友情出演で感じも来てますけど、はい、じゃあ仕事していきます。はい、夜になったんでね、ちょっと仙台の街中に来ました。今夜の8時ぐらいです。後ろの方にこう警官も完備されてはいるんですけど、この辺は一応仙台の一番飲み屋街なんです。後ろに警備員ですけど、今ちょっと編集入ったと思うんですけど、警備員の一人が僕の高校時代の同級生で、突然話しかけられました。いや、意外と僕のツイッターとかフォローしてらして、この格好を見てたって言われて、まあ警備員は一旦置いといて、仮装の人たちと会っていこようと思います。じゃあ行きます。仮装してる人もちらほらいますが、仙台でハロウィン楽しみたい方に一つ伝えておきたいのは、めちゃくちゃ寒いので、僕もこの中にカーディガンとか着てるので、あんま肌の露出はしない方がおすすめかもしれないですね。まあ、結構いますけどね。ちょっとまた回ってみようと思います。ちょこちょこやっぱいますね。はい、楽しそうです。多分ここから仙台のより駅分に近いところに行くので、もうちょい人が増えるんじゃないかなと思います。だいぶ増えてきましたね。こんな感じでいますまあちょこちょこ言います。次の通りが一番仙台駅に近い通りなので、ただそっちの方人いるかな。行きます。はい、今仙台のハロウィンに来てるんですけど、スナップを撮ってくれたお兄さんがいたので、はい、こんにちは。撮らせていただきました。あと結構あれなんですか、ハロウィン来てるんですか？いやー、でも、はい、ハロウィンに限ったことではないんですけど、普段からこういう。あ、そうなんですか。こんな感じですごい綺麗な格好されてるお兄さんYouTube なんですか？あ、そうですね、YouTube にやってます。やっぱ女装のチャンネルです。あー、なるほど。ファッション関係。はいはいはい。なんていう特性は、つや姫猫っていう名前で。つや姫猫さん、はい、ちょっと頑張って見つけられたら僕も概要欄に貼ってきます。はい、ぜひ。ぜひぜひこちらから。ありがとうございます。こちらになっているので、ちょっとまた興味ある方は見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。仙台回ってみます。
いますね。やってる人はやってます、しっかり。一応駅前のメイン通りに来たんですけど、ここにいるチャイナの方々とかいますけど、なんか思ってたより人少ないですね。やっぱやってたのは土曜日なのかな、まあ、もう少し見てみようと思います。ここがポイントですね。はい、もう駅真ん前ですが、まあ、だいぶすれ違う人も多くなってきたし、仮装してる人の割合も増えてきたし、肌をロスしてる人も増えてきてる感じかな。寒そうな人だって言うけど、あ、こんばんは。ちょっとチェーンソーマン見つけたので。手作りですか？食べれない設定なんだ。ちょっといろいろ回ってみようと思います。ありがとうございます。まあ、一男として可愛い格好をしている女の子に声をかけたい気持ちはありますが、万が一学生だった時のちょっと犯罪感が怖くてなかなか声をかけられませんが、どうにかしようかな。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これは何の仮装ですか？これはジョーカーです。ジョーカー、かっこいい。結構いますね。ありがとうございます。また、また、はい、いや、ちょこちょこいますね。ノリがいい。ここ本当に駅前、多分普段の 2,3 倍くらいは人いるけど、まあ、仮装してる人の割合でいうとどんぐらいかな、 3,4 割くらいですかね。結構女性が多いかな。はい、というわけで女性の仮装をしてる方々。いや、今ちょっと回っててどんな人がいるかなって思って。初めてですか？私は初めて。え、仙台出身？出身です。あ、出身？やってて、はいはいはい。あー、なるほど。今は高校3年生。うわ、そうか、高校生か。なるほどね。ちょっと犯罪集するのでこの辺に切り上げときます。ありがとうございます。はい、ぜひ YouTube 見てください。まあ、仙台のハロウィンこんな感じです。ちょっとまさかの1人目に声をかけたのが、高校生だったので、ちょっと危険な感じがするので、僕はこの辺で帰ろうかなと思います。彼女たちは一応登校の許可をもらっているので、その辺はご了承ということで一回帰ろうかなと思います。はい、というわけで仙台のハロウィン回ってきました。こんな感じでフリーランスになると何も背負うものもなくなりますし、格好ももちろん自由になるので、ハロウィンも自由に楽しめという感じです。まあ、今回はだいぶふざけましたけど、普段はフリーランスの働き方とか、あとはもう収入とかについて発信してますので、フリーランスに興味があるとか、個人の働き方に興味があるという方はぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の放送でお会いしましょう。